次の目標として海外、はい、どっか、まあ、日本じゃない国に行ってツーリングするっていう目的でこれをオーダーしたっていうので認識で間違ってないですか？そうですね。あれ音がないよってコメント言って、あらあら、マイク入れました。あれ多分復活してるはず。復活してる程度復活してますね。これ、お、来た、音出たよって。あ、よかった、よかった。あれ、まあ、じゃあ続けましょう。初めから、初めから。じゃあ、一番最初から、もうあれですよね。最初はもう入ってなかったと思うんですよ。あ、じゃあ、最初から。じゃあ、今日はこの、自分が頼ん、作っていただいた、リューテンワークスのカスタムのハンドメイドのバイクについて、いろいろお話しましょうっていう回になります。回になります。あ、聞こえますよ、だって。ありがとうございます。ありがとうございます。ます失礼いたしました。音痴ですから、みんな。機械落ちたからね。で、でじゃあ早速、はい、じゃあ僕の方から質問させてもらいたくて、なんて言ったっけ、あれだ、イッシュさんはもうあだ名の通りすでにもう日本一応一周されて、一応もう日本は一通り走ったということで、このフレームは海外、日本以外の国にでツーリングをするっていうのを、まあ、コンセプトに目的に、そうですね、オーダーしてっていうフレームになるっていう認識で間違いないですか？そういうことですね。そういうことで、そういうことで、でなんでじゃあまあ日本一周の時はディスクトラッカーで乗ってたじゃないですか、はい、そうですね。でまあその目的というか日本一周して、じゃあ次の目標に立てた海外のツーリングのために用意した自転車で、なんでオーダーの自転車にしようと思ったんですか？ああ、なんでいろいろ欲しい機能とか試してみたい機能っていうのがあったんですよ、自分の中で、うん、でそれを全部満たせるフレームって既製品でなかったんです。なるほどね。で既製品いろいろ探してもなかったから、あ、じゃあオーダーするしかないねってなって、あ、じゃあ近所にブレニさん、リューテンワークスのビルダーさんいるし、まあ、何かと、ね、都合がいいんじゃないかと、何かあった時も頼りに、うん、そうなるしっていう感じですかね。っていうのと、まあ、個人的にリューテンワークスさんはもともと、なんだろうな、作ってるバイクとか見ててすごい興味があったというか、組んでほしいなっていう、作っていただきたいなっていうのがあったので、じゃあもう頼もうという感じですかね。オーダーのフルカスタムのフレームは初めてですか？これが初めてです。リューテンはちなみに何代目？これ、これ3代目か。で初めてのまあフルオーダーじゃないですか。はい、まあ、体を測ってもらって。あ、体を測ってないんですよ。あ、体測ってない。測ってない、測ってない。あ、そうなんですか。え、じゃあ今まで乗ってたバイクとかを参考にして。あ、そうなんですね。まあビルダーさんによって、うん、なんかまあ体を測るビルダーもいればいない、測らないビルダーさんもいて、そうですね、で測る場所もビルダーによって違いますからね。そうですね。なるほど。IF とかは結構ガッチリ、もう腕の長さとか股下とか結構カッチリ測るポイントがあるんですけど、まあ流天さんはそうじゃなかった。まあ人によってはするのかもしれないですけど、自分はそんなにこうサイズに対してあんまり、なんだろう、シビアじゃないタイプなので、まあそんなに気にならなかったですし、実際に上がってきたフレーム乗ってもまあ別にそんなに変な感じはしないですね。うーん、じゃあ逆にまあ流天さんにここはこうしてくださいとかお願いしたところってどっかあるんですか？機能的な部分で、まあ、フレームが分割できるカプラーと、うん、あとはまあこっちはブレークアウェイ、ここのシートポストを抜くとここの継ぎ目がスポッと分かれます。ここの分割部分と、あとは今はなってないですけど内装ギアのハブをつけたいなと思ってて、内装ハブのギアを使うってなると、ここのエンドの部分が車輪を引けるような構造になってないとダメなので、まあ、ロッカーエンドっていうあれですね、ここが前後に動くようなタイプにしてもらってます。メインだとそこですかね、まあ、あとはフロント周りにしか荷物は押せないかなっていう自分の中でも、まあなんだろう、本当だ、まあそうなんですよ、中でも あったんで、もうフロントフォーク周りにしかキャリアがつかないようになってます。リアには何にもダボがついてない。それ初めて知ったわ。あ、本当ですか。リアダボついてないですね。一切なし。そう。なんかもう日本一周とかだと、もうフォーパニアじゃないといろいろ持っつかないんですよ、うん、荷物の量的に。で、多分それぐらいのロングディスタンスのツーリングって今後多分しないなってなったんで。確かに。
もうそれだったら割り切って前だけの方が。ああ、それは知らなかった、気づかなかったわ。で、なんだろう、こういうバイクってある程度割り切った作りにしてた方がかっこよかったりするじゃないですか。まあね、確かに。ああ、それは気づかなかった。じゃあリアのラックとかはまあ基本的にはまあ、うん、頑張ればつかなくはないけど、まあ基本的につかない。基本つかないですね。ええ、それは気づかなかった。で、前にしか荷物を積まないけど、前にはめちゃめちゃ積むように、それに向いたように作ってくださいって言ったので、まあ、フォークが結構ごつくなってたりとか、うん、まあ、これはフォークをごつくしてくださいっていうのは希望というよりかは結果的にそうなったってだけ。もともとファットバイク用のブレードのパイプを使ってるらしいです、ね。結構これはこのごつい感じめちゃくちゃお気に入りですね。それは知らなかったね。で、あとはその結構ここのヘッド角が寝てたりとか、フロントに荷物を乗せた時に安定感が出るようにっていう設計にしてもらってます。そこはもうなんだろう、自分が何か言ってそうして、なんだろうな、細かく数字を決めてもらったっていうよりかはもうブレンディーさんに全部お任せで決めていただいた感じです。でも結果乗ってめちゃくちゃ安定感ありますし、まあ、この間のスイフトキャンパーとか、うん、走った感じもダートで走ってもめちゃめちゃ安定しますね。結構びっくりするぐらい、うん、めちゃくちゃ安定しましたね、これは。なるほどね、いいっていう感じで。分割にしたっていうのはやっぱ飛行機ですか？そうですね、行くとしたら多分どんぐらいだろう、まあ、1週間とか10日わかんないですけど、まあまあまあ、1週間2週間とかのスパンのツーリングを多分1年に1回とかそれぐらいのスパンでするんだろうなって考えたら、まあ、まあこのフレーム分割できた方がこうコスト的にまあ多分どっかのタイミングで入れた方が安くなるんだろうなっていう。どういうこと？これカプライ、荷物の超過料金って片道で、超過料金、ね、そう250ドルなんで、はい、これ入れるのって多分まあなんだろうな、なんて言うんだろうか、これ入れるコストとと荷物のサイズの超過料金がどっかで入れ替わるって。そうそうそう。なんで結果的に何回もやるんだったら、まあ、カプラーとか入れてた方が分割できた方がいい、飛行機輪行を、まあ、年に1回でも、うん、まあ、何回か続けていくんだとしたら一発分割にする部品代と工賃がどっかでその超過料金をそうペイしてくれるって感じ。そういうことです。でもこの話は日本一周した時に、うん、秋田でちょっとお世話になった方がいて、うん、バイクポロで世界いろんなところに行ったりしていたんですよ。対策さんという人がいて、その人が教えてくれた。その人はもう本当バイクポロの専用のバイクにカプラーがついて、すごいかっこよかった。ああ、そうなんだ。っていう話です。もう一個こだわりとか多分だろうなって思うんだけど、気になるのがなんでダウンチューブは S&S にしてトップをブレーカーウェイにしたのかっていうのが。ああ、ぶっちゃけ特に理由はなくて。ないんかい。ない。正直なくて。1個の方が安いからっていう。やっぱブレイクアウェイにしてもらうより、はい、S&S の方が高いですか？高いらしい、ちょこっとだけ。あ、そうなんだ。っていうのと、うん、なんか、うん、まあそうですね。そう。なんか期待してた答えと違うな、それは。何を期待してたんだろう。深い意味があるのかなと思って。あ、全然全然。特にないです。あ、なるほどです。こっちの方が合成出るんですよとかじゃないんだ。確かに。なんだっけ、なんかブレディさんなんか言ってたんですよね。忘れちゃった。なんかそんなに多分重要じゃなかったんですよ、自分にとって。うん、理屈で多分なんかどうこうとかあると思うんですけど、うん、で、もう一個じゃあその分割関連で質問があって、分割するフレームだとまあ運ぶときにこうバランスじゃないですか、はい、そうするとやっぱこのケーブル、はい、が一個もネックになってくると思うんですけど。ああ、そうですね。で、ワイヤー引きだと、あれなんていうんですか、こうオレオレってやるやつ。ああ、スプリッター。ああ、そう、スプリッターっていう、あれ、これなんて説明すればいいですかね。物があるから物がそんな入るんですか。多分見てもわかんないかもしれないですけど、フレームを分割するのにワイヤーがそのままだと困るわけじゃないですか。なんで本来であればスプリッターっていうインナーを2本使って、なんだろうな、ここ継ぎ目にしちゃいましょうっていうパーツがありますよ。うん、こっちがインナー、インナーって感じ。これがあると、それを取るとこの分割部分に近くに置いとくと一緒にケーブルも分割できるっていうパーツがあるじゃないですか。ありますね。そう、
なのにこいつ油圧で組んであるじゃないですか。ああ、そう、それなんで油圧にしたのかなっていう。あ、油圧にしたのは別に意味はないかな。なんとなく使ってみたかったからっていう油圧ブレーキ、まあ、仮にちゃんと分割するんだったらもうなんだろうな、ここでブレーキのキャリパーごと引っこ抜いてしまえばいいかなっていう考え。ああ、なるほど。じゃあもう例えばじゃあこれで飛行機乗せますっていう時はもうブレーキ本体を一回もう完全に外して。あ、そうです。あ、なるほど。ディレイラーもチェーンも外すし、そうなったら全部外すつもり。ああ、なるほどね。まあ、幸い自分はメカニックなんて確かに何かとも対応できるし、そこはなんかそんなにこうなんだろうネガティブな要素には思ってないです。ああ、そう、何よりもやっぱねえ、なんて言えばいいんだろう油圧使ってみたかったからそうなると油圧ブレーキっていうこれを入れるってなるとどっかで一回あのブレーキのアウターを受けてインナーだけになる箇所を作んなくちゃいけないんですよ。まあ、そうだ、そうすると油圧ブレーキは使えないから、なんかそういうのはちょっと嫌だなのがあって、もうフルアウター。確かに、ていうかタイラック止めだから基本もうスプリットは基本使えないですね、そもそも。あ、そうそうそう、使えなくて、もうそれは、あ、それは指定しましたね、確かに。ああ、じゃあもう、うん、分割だけどスプリッター用の受けじゃなくてもうフルアウターにしてくれって。あ、そうです。おい、もう分割するときは全部もうタイラップモイで外すんでそれは大丈夫ですっていう話をしました、ね、ブレンディさんからもそれは言われました。あ、どっかでインナーだけにしなくていいのっていう。おー、なるほどね。すごい濃い話だね今日は、うん、そうかもしれない、うん、で、じゃあまあ日本一周しちゃったから次は海外だなっていうなんとなくその発想はわかるんですけど、まあ、本来だったらね、今年どっかのタイミングで行くかなと思ってたんですけど、うん、まあ、このご時世行けないじゃないですか。そうですね。まあ、いつ行けるか分かんないけど、いや、ここ行ってみたいんですよね、みたいな。いや、まあ、アメリカ一択じゃないですか。アメリカ一択うん。まあ、そうですね。オーストラリアとかもなんかいいらしいですけどね。でもやっぱなんか、こういうアメリカを、なんていうんですか、アメリカのバイカルチャーとかに惹かれてる自分としてはやっぱりアメリカに行きたい、自慢したい、自慢、今自慢したいですアメリカ人にクールって言われたいじゃないですかラダビス乗りたいもんね。乗りたいですねしたらあとはあれだね、俺結構すごい気になるとこいっぱいあって、はい、まあ、今、まあ、こういういわゆるダートツーリングバイクとか、まあ、流行りのグラベルバイクとかって、まあ、まあディスクブレーキで前後スルーが多いじゃないですか、うん、で、このバイクは前後クイック 100mm、135mm のクイックリリース でヘッドもオーバーサイズのストレートじゃないですか。なんかそれはわざとだとかこだわってるとかはあるんですか。まあ、もともと使いたかったパーツが、まあ、このフィルットのハブ、これ日本一周した時から使ってるやつなんですけど、これを使いたかったんですよね。あ、これがもうクイックリリースしか使えないタイプなんで、まあ、必然的にもうクイックリリースっていうのと、まあ、ヘッドに関しては 44mm、 そのウエンツさんが言ってる太いタイプの最近のモダンなバイクとかに採用されてるやつは、まあ、別に必要ないかなっていう、まあ、カーボンフォークとか使う予定じゃなかったので。なるほど、ね、荷物をたくさん載せるってなったらカーボンって割とこうネガティブな要素の方が多いんで、うん、いいかなって感じですかねなんかカーボンフォークつけてそんなスピーディーに走るようなバイクでもないでしょうし、そこはまあ、うん、自分の中では別にいいかな。この企画がなくなることは多分ないでしょうしね。まあそうっすね、多分何かしらこう安いグレード残る企画だと、まあこのスイングエンド、そうっすね、ロッカーエンド、あ、ロッカーエンド、ロッカーエンドは内装って言ってた、さっきそのにとか、まあシングルも一緒ですよね。チェーンを引かなきゃいけないときに、これもう説明あれだな、ギア付きの自転車って基本的に簡単にシングルにはできないじゃないですか。そうですね。なんかなんだろう、チェーンを引く構造が、例えばサーリーのクロスチェックとかはもう動かせるエンドになってたりとかするけど、基本ロードバイクとかはそういうのに対応してないからってことですよね。そうですね。これはどうだろう、あとロールオフ、やっぱりまあそうですね、ロールオフ、まあそうですね、ロールオフ使ってみたいなっていうのもありますしね。内装ね、あ、そのためにもう一個ありますよね、内装のために。あ、そうですね、ブログでもう一個実はギミックがあるんですみたいなことを書いたんですけど、まあそれはこれ寄れます、寄れます、大丈夫ですかまあここ、このネジがついてる、これなんぞやって話なんですけど、
ここのネジを外すと、ここのチェーンス、あ、シートステー、ここが割れるんですよね。で、ここも割れて、ここも割れて、ここも割れるってどういうことって話なんですけど、ここが割れると、今これチェーンがついてますけど、チェーンじゃなくてベルトドライブっていう、なんて言えばいいんだろうな、カーボン繊維か、あれは。カーボンでできた、まあ、チェーンみたいなやつがあるんですよ。それを使えるための分割部分っていうのがあります。で、そのベルトのタイプにするとどういういいことがあるかっていうと、チェーンと違って伸びがほぼ出ないっていうのがすごいいいところ。プラス、あのチェーンみたく金属じゃないんで注油する必要がないんですよ。ベルトドライブって。なので、まあちょっと一回、まあ好奇心もあって、それも試せるようにっていうことで、この分割部分を入れましたね。で、なんでその、まあ、ベルトドライブを使うのに分割させなきゃいけないかっていうと、チェーンって基本、そうね。そう。そうチェーン基本、なんて言ったんだろうな、ピンとかコネクトリンクっていうので一回この販売されてる状態ってこの円の状態じゃないんですよね。そう、普通に1本のチェーンをこう適正なその自転車に合わせた長さでつなぎ合わせてこの状態になるんですけど、ベルトドライブっていうのはそのつなぎ直しとかができない、もう円の状態で売ってるから、ここが分割してフレームの中にその円を通せないといけないから、ここを外せるようにしなきゃいけないっていう、これ多分ね、なかなか想像しづらい、これ想像難しい、説明も難しい、これ、うん、ですけど、そのベルトドライブっていうこの金属じゃないチェーンを使う場合は絶対どっかでフレームを一回パコって開けるようにしなきゃいけないから、ここを外せるようになってるっていう、そういうことですね、ギミックですよね。そうです、まあこれはただ使うの結構先になりそうですね、うん、仕込んでるけど、うん、いろいろ揃えなきゃいけないものが多くて、なかなかハードルの高いハッサムですね。そうですね。で、ここで質問をいただいておりまして、はい、のりおさんからありがとうございます。はい、ありがとうございます。この車種を、まあ、このフレームをオーダーするにあたって、なんか参考にした車体とかって何かあります？ああ、参考にした。まあ細かくこれの。これがこのフレームのここがいいからそれを真似したとかじゃなくても、なんとなくこういうイメージの自転車がやっぱかっこいいなと思うから、まあタンブルウィードのプロスペクターとか言って分かるけど分かるけど分かんないよね。まあでも多分パッと見ほぼ似てないかもしれない、結構全然違うバイクだから、なんとなくでも自分の中で、あ、こういうバイクなんだろうな、多分ペッパーが乗ってるやつですね。あ、そうそうそう、 あれはでももっとタイヤクリアなんですね、広いですし、結構なんだろうな、割り切った作りというか、ナイスワーブに振り切ってますね。あのフィールセントリックじゃねえや、 BB が変身タイプだったりとか、もうすげえ、まあ、あの調べてみてください。もう一回名前言って。タンブルウィードっていうブランドのプロスペクターっていうモデル、ツーリングバイク、これがもっとなんだろうな、もっとボリュームが出たようなバイクだったりとか、まあ、あとはディスクトラッカーももちろんそうですし、あとなんですかね、いろいろ見すぎてもう分かんなくなっちゃってるかもしれない、自分の中で。俺はいや、ないですねって言うと思ってた。ないことはないですけど、なんか直接的になんかこれオマージュでみたいな感じとかじゃないです、うん、なんかほんのりエッセンスだけそれっぽいかも、結果的にぐらいな感じ。なるほどです。で、もう一件じゃあご質問いただいていて、あれです、アメリカの具体的にどのあたり走りたいですか？これは俺も気になる。アメリカと言いつつ、人がいないところ。人がいないところ、どこだよ。人が、わかんない、どこなんすか、それは聞きたいですけど、むしろ。どこ、多分大体人いないんじゃないですか。大体いないと思う、もう広すぎて、うん、あ、それだったら別にどこでもいいから。でも、その質問いただいた方はポートランド走ってみたいっておっしゃってます。ああ、まあ、そうですね。そっちはまあ、行ってみたいけど、なんだろう、走るっていうよりは、訪れたいだっけ。ああ。走りたいはまた別のこう、ニュアンスじゃないですか。確かに。景色を楽しみたいとか。そういう場所じゃないですもんね、ポートランドは。確かに。俺はあれだね、アメリカを縦断したい。縦に。ああ。俺は横断してみたいですね。横断めっちゃ時間かかりますよね。2ヶ月ぐらい。ああ。なるほどね。でも、なんかもっと、そこ行ってみたいんだっていう答えが欲しかったんですけど、まあしょうがないね。まあ、サンフランシスコは行ってみたいかな。でも走りたいじゃないからね。確かに観光地だよね。したらじゃあ俺がまだまだ気になってるとこ、これすごい寄らないと多分分かりにくいとこだと思うんですけど、
実はチェーンリング2枚ついてるんですよね。そうです、一応フロントダブルなんですけど、 FD がついあのフロントの変速機はついてないって。まあそうですね。それはなんでなんですか。もう手で変速すればいいじゃないですか。まあ言ってしまうと、よいしょってこうやってギア変わってくる。だって物ってシンプルな方がトラブル起きづらいじゃないですか。まあ確かに。で多分後ろのギアと違って前のギアってそんなに頻繁に変えないから、まあそうですね、まあ、この感じでいいかなっていう。それはじゃあナローワイドチェーンリングが2枚ついてるってことですか。あ、アウターだけナロー、アウターだけナローワイド。そう、リア、あ、リアしかない、インナーは普通のやつだったんです。へぇ、アウターはあのダブル用のやつ使うとめちゃくちゃチェーン外れるんですよ。うんうんうん。インナーは別に普通のやつつけてもあの別にチェーン外れたりしないから。まあ物によるでしょうけどね、まあ、組み合わせとか乗り方とかに、自分の乗り方だとまあ外れなかったんで、あ、まあこれでいいかなって感じ。もしもこれでなんか外れるようになっちゃったらナローワイドしますけど、うん、まあ、今は大丈夫です。じゃあもう、まあ、乗ってる時にそれはじゃあ 100% 変速できないわけじゃないですか。あ、もちろん。降りてよっこいしょっつってガチャッつって帰って、そんなスピーディーなバイクじゃないんで、なんかもうそんなのいいかなっていう感じです。むしろトラブルの起きづらさ優先っていう感じ、うん、なるほどです。もうなんでFD の、なんすか、その、うん、アウターの受けはないんですよ。あ、じゃあもう、もともとこのオーダーとしてはフロントシングル専用でオーダーしてる。もうフロントダブルで使うんですけど、あの、FD つける、このダボはいらないですって言って。こじらせてんね。それは。まあでもそれが、まあオーダーのいいとこっていうか。まあそうですね。かゆいところに。言っちゃえばわがままが通るというか。とこでもありますよね。そうですね。で、まあやっぱそれが、そうですね。僕たちの、扱ってる IF とかだとやっぱ母体がアメリカなんで、日本語でそのニュアンス、日本語で伝えるニュアンスを 100% 理解してもらえるのって難しいじゃないですか。その点、ね、そもそもやってくれるかどうかっていう、確かにその点多分やってくれないかもしれないです、うん、できないって言われちゃいそう。その点やっぱり龍天さんとか日本のビルダーさんだとそれが 100% 伝えられるからいいとかもしれないですね。そこは結構大きな違い。したら逆にこの、まあ、オーダーしてオーダーで作ったフレームで、あー、こここうすればよかったなとか、あー、ちょっとミスったかもみたいなのもある。まあこれは、まあ、そう、強いて言えばトップチューブをもうちょっと長くしてもよかったかなぐらい。もともとこれドロップハンドルでも乗りたいかもって思って、トップチューブをちょこっとだけしか長めにしてない。割とこういうマウンテンとかあのフラットバーしかつけないような場合よりかはちょこっと縮めてる、うん、自分の多分適性を、うん、トップチューブドロップハンドルだとこういうハンドルよりも手の位置が前に出るからってことですかね。なんですけど、いざ乗ってみたらトップハンドルで乗らないかもしれないとしてちゃって追い始めちゃって、うん、そこはどうなんですか。もしかしたらドロップハンドルってみたらそんなことないかって思っちゃうかもしれないですけど、今のところはトップチューブをもうちょっと長くしてもらうかなって気はする。あ、でも僕も気はするっていう。ただこれ最初にグレンディさんから言われちゃって言ったら、トップチューブもっと長くすればって言われてて、で、いやでもドロップハンドルで乗るかもしれないんでそれぐらいで大丈夫ですって言っちゃって、こうビルダーさんのアドバイスを無視した自分のせいって。あ、じゃあまあやっぱビルダーさんから提案されたことはおとなしく受け止めた方がいいってこと。結果的に絶対そっちの方が得なんで、ビルダーさんの言うことはマジっていいと思います。本当にハンドメイド考えてる人は本当あれしといてください。あれしといてください。あれしといてください。本当にもう自分に耐えてくる、これは。あ、じゃあハンドルつながりで最近結構激推ししてるじゃないですか、今使ってるこのハンドル。それのどこがいいですか、やっぱ。俺サーリのターミナルバーとか。アドベンチャー系のここのスイープがすごいフラットバーなんですよ。なんて言えばいいですかね、このクランスイープは強いんですけど、クランプよりか、まあ、クランプなんだろうな、このステムのクランプの位置あたりに横に一直線にした握るところがある。でこれすると何がいいかっていうと、ステム の, あのバランスだったりとかがすごいいい感じになるんですよ。
いい感じになるんだ。いい感じになる。フィールグッドなんですよね。なんだろう、例えばドロップハンドルで使ってるときって、ドロップハンドルの自転車に乗ってるときに、そこから普通のフラットバーだったり普通のこう強めのやつにしようとすると、結構こいつを長くしても長くしないとポジションの釣り合いが取れないんですけど、このハンドルで持つ場所がスイープ強がりに前にやると、そんなにこう長くしなくていい。なんか見た目のバランスが変にならない、うん、これだとハンドルでいいなんとなくっていうのがあって、今すごい思います。ありがとうございます。全然なんか言えてる気がしない。ちなみにステムのこの短さにしてるのはヘッドが寝てるからってこと。ああ。なんかポジションが調子いいからです、これ。いや、なんか、ダンカンさんとかウェンツさんほど、本当にシビアじゃないんで、自分は。フィールグッドだったらなんでもいいかなっていう感じなんですけど。まあ、まあね、乗ってフィールグッドなのが一番グッドだからね。そうそうそう、確かに。まあ、見た目が好きだからっていうのもあるかもしれない。うん、トムソンの短い、ごついやつ。ごついやつ。BMX っぽい。これより1センチ伸びると、普通の形になっちゃうから。うん、そこは、あ、ちょっと見た目優先で、みたいな。ありますよね。こんな理屈っぽいことばっかり言って、なんか意外とそういうところも捨てきれなかったりしますよね、うん、なるほどね。理屈だけで組むとあんま面白くないから。いや、そうなんですよ。そこはすごい。あとは、いただいてる質問でハブダイナモにしなかった理由は何ですかっていう。あ、そのうちハブダイナモ用のホイールも作れます。あ、なるほど。そうなんで、今だけたまたまそうじゃないってだけ。あー、なるほどです。じゃあアメリカにツーリングに行きたいじゃないですか。じゃあアメリカにツーリング行きますってなった時に、今のこの状態からこれは変えていくかなっていう場所はあります？あ、ないんじゃないですか。でもこのまま行っちゃうような気がする。行くとしたら、あ、アメリカツーリング行くってなってもハブダイナモにはしないですか？あ、多分しないんじゃないですか。とりあえずしない。しない。おお。サインウェーブ、今ここにラックについてますけど、サインウェーブだと前の多分 YouTube でも言ったんですけど、ハブダイナモじゃなくてもモバイルバッテリーから給電してライトつけられるんで、うん、そっちの方が多分調子いい気がする。うん、俺の次の質問を取られましたね。ああ、じゃあなんでそうハブダイナモじゃないのにダイナモライトはついてるんですかって言われたんです。モバイルバッテリーから給電した方がトラブっちゃった時めんどくさいよね。まあ確かにコードも変えられるし、モバイルバッテリーも何個も持ってればね、繰り返し使えるし、断線の心配がないし。こういうところに理屈臭いですね。理屈臭いね、本当に。そうそう、黙ってダイナモで使えばいいじゃんと思っちゃうもんね。でもダイナモもやっぱあったら便利だなと思うので、まあ多分ていうか、そのうちホイールも合わせて作ります。うん、あとはいただいてる質問でもう一つ、そのホリゾンタルにしなかった理由とかってあるんですか？その逆に、まあスローピングにしてくださいとか、まあそこはお任せ しましたとか、なんかそこのこだわりある？どっちでもよかった、うん、どうでもいい、あんまり興味がない。ホリゾンタルかどうかっていうのと、やっぱ太いタイヤだと多分ホリゾンタルだからかっこいいとかっていうことがないんですよ。まあ確かに、そうそう、細いタイヤとかだってホリゾンタルの方がかっこいいなって気がします。こういう組み方するんだったら逆に個人的にはスローピングの方がかっこいいかなって思うかもしれない。俺で、なんかスローピングにしてるとやっぱこの手のフレームって基本スローピングだから、例えばドロッパーシートポストがここの高さが低い関係で使えるようになったりとか、まあ副産物的なものもありますし、なんだか、なんていうの、なんでもないです。ドロッパーシートポストっていうのは手元とかここについてるレバーでサドルの位置を工具とかでシートポストを緩めなくてもこう上げ下げできるやつが、例えばこれホリゾンタルだとパイプがここまで来ちゃうんで、でここしかシートポストが出てないと、そのドロッパーシートポストが下がるシートポストが使えない。でここまであるとこの余地があればシートポストを上げ下げ自動なんていうの、調整高さがレバーで調整できるやつが使えるからという副産物を手に入れたって感じですね。今の全然使うつもりだな。あ、使えるじゃん。ちょっと今手が入ってる、うん、一瞬使ってました。あ、でそれがその時にこのポンプを今ボレーするってことで、多分そのドロッパーシートポストを使うっていうのを想定してなかったから、ドロッパー用のターボをつけてないで、もボレーストラップのみでここに倒すんですよ。あれ割れながらいいんだよ。あれかっこいいな。それだけ。
あとは、じゃあ逆にやっぱこのフレームで、まあ、オーダーしてやっぱここが一番気に入ってるんですよねっていう。あ、フォークですかね。はい、こんなフォーク多分ないですね、既製品で。なんか一番オリジナル感があるというか、狙ったわけじゃない、なんか狙ったわけじゃないけどっていうのが良くないですか。そんなことない。狙ったわけじゃないけど良くないですかって言った時点でちょっとそれがグッて下がる。そうですね、結果的になんか一貫しに個性があるリディルになったっていうのはすごいいいかなっていう気がしますけど、まあ、あとはここ、この、あ、このなんすか、ピレットのユニクラウンのこの溶接のこのつるん感が良くないですか。ああ、既製品じゃ絶対ない。ない、既製品確かにない。ブレンディブレンディさんの技がここに詰まってます。確かにハンペンみたいなもんね。ハンペン違うか。かっこよくないですか。ここはもうほんとフォーク周りがすごいっす。あ、あと、あと、あ、いいね、あるあるよ、いいね、あるよ、あるよ、あるよ、いいね。ギアのブリッジがない、ここ。あ、ここ、ここね、そこね、ここ、ここ、ここに私がない。これもなんか結構ハンドメイド特有というか、結構今のアメリカのグラベル系のバイクとかもないのが多かったりしますけど、良くないですか、このスカスカ感。スカスカ感って言うと変だな、なんかこのね、うん、もう伝わってください。それはもう言葉で説明できるものではない。ブリッジがないのがかっこいい。まあ確かにかっこいい、かっこいいんですよ、これが。やっぱフィレットっていうのがかっこいいですね。そうですね、非常に。このブリッジがないシンプルさから溶接がフィレットでついてるっていうのが、チュルンってついてるのがいいじゃないですか。そんなことない。で、結構ここがないとなんか剛性感的にどうなのみたいな話もあるんですけど、まあ、確かに柔らかいっちゃ柔らかいですけど、なんかそういう硬くて速いバイクじゃないので、まずそもそもそんなに気にならないかなっていう感じです、まあ、非常に。でもここは気に入ってますね。まあもうもちろんこの分割部分もそうですけど、まあ、あとペイント、うん、まあ、結果全部好きですね。結果全部好きですね。結果、結果そういうもんですよ。だって自分のバイクだよ。まあ確かにオーダーですもんね。そうだよ。いいなぁ。お気に入りが詰まってますよ。このなんかハブとか、ちょっとなんかね。確かに、その思い出の品々。ちょっとエモいじゃないですか。エモいじゃないですか。そういうの。え、日本一周で何キロ走ったかとかわかります？1万キロ。1万キロ？多分1万キロ。測ってないですけど、多分そんな。おい。じゃあ1万キロ共にしたハブ。そう。受け継いでるわけです。そういうことです。それをなんか新しいバイクにこうくっつける、まあ、BB もそうなんですけど、くっつけるってなんか良くないですか。エモいですね。エモいですね。まあじゃあ半乗せ替えみたいな感じで、あーあ、まあ、あー、いや、でもハブ BB ぐらいですよ。それ以外はもうなんだろう、新しく、あ、ハブ BB だけだ。うん、あ、乗せ替えしてんのはそこだけかな。あ、油圧も初めてって言いましたね。ディスクトラッカーの時はだって急速で乗ってたんで全然もう違う。ああ、そっか、駆動周りも。で、この分割で、みんな分割のフレームだと大体やっぱこの分割部でペイント分けるじゃないですか。やりますね。それも指定ですか、あのペイントに関して。あ、全然そこも指定して、うん、まあなんかもうこの色入ってれば何でもいいんだよ、お願いしますって感じで。あ、この色は指定だった。あ、この色だけ。この色はね、大好きなんですよ、俺。この色はね、この色好き。大好きなんですよ。これが入ってればもう何でもいいですって感じ。まああとはポンナさんがどうせかっこよくしてくれるんで。じゃあどうせかっこよくしてくれるから。何を言ってもかっこよくしてくれるんで、うん、そこはもう信用してって感じです。一応これティールとか、ティール、そう、あ、カラーがカラーの名前、はい、なんて言えばいいか分かんなかったから、ティールってカモの羽色なんです。カモ、マガモの羽、カモ、カモの羽の色なんです。へえ。なんでカモの写真を今野さんに、あの社内掲示板のメッセージでピッと送って、これでお願いしますえぐいようだな、意味分かんねえよって話がね。まだ結果的にこういう風にかっこよくしてくれた、まあ、めっちゃかっこいいわ。さすがと思います。今日休みですけど、まあ、いないときにしかいない。基本的にちょいちょいですね。やめろ。
というわけで、もう半を得意すぎてるので、あ、もうじゃあ最後に、いや、なんかまとめてください。はい、いいよ。あ、あれ、なんて言う難しくない。じゃあ、一周さんがこれで、じゃあ次は、まあ、希望としてはアメリカです。アメリカ。いけるようになったら、またそれはじゃあ、頑張りましょうか。来週は来週は畑谷、畑谷から、じゃあ髪を持ちありがとうございました。ありがとうございました。